後の沿岸地域では春から初夏にかけてわかめを天日で干す板わかめ作りの最盛期を迎えます。のどかな漁村の光景は磯の香り漂う海辺の風物詩です。京都府京丹後市網野町塩江、ここでも日本海の豊かな恵みを受けた良質のわかめが育ちます。わかめ漁を営むのは生まれも育ちも京丹後市の船戸秀幸さんです。わかめは入り江を除いてほぼ全域に分布し、ほとんどが磯船から海底を除いて行う水死漁法で採取されます。体全体を使いわかめを取る技はまさに海の匠の仕事です。わかめ漁についてお聞きしました。この箱メガネでわかめを見て、この鎌で狩る、こっちは誰でもこの練り貝さえ かけたらここにつけて、これで操るいうことですね。昔のこの船の操り方かな、風があったり波があったりした時の船がもうあっち行き、鎌が届かんわいなるで、まあ商品としては、まあ、まあ葉っぱがたくさんついとる方が商品的にはいいだけど、それとあの色の濃いさ、黒黒しとる方がやっぱりええで。右手で貝を操りながら箱メガネで海底を覗き、自生しているワカメを左手の細長い鎌で刈り取る古くから続く伝統の漁法です。磯船いっぱいのワカメ、港ではご家族や仲間の方が手慣れた手つきで水洗いや仕分け作業を行います。わかめを乾燥用の板に乗せて天日で干した板わかめを作ります。通常のわかめは湯通ししてから乾燥されますが、板わかめは水洗いだけなので海のミネラルやビタミンが豊富、食物繊維もたっぷり含んだ最高の健康食品と言えるでしょう。地元のお店では板わかめのほか粉わかめや佃煮も販売されています。カラカラになるまで乾燥させ砕いた粉わかめ、旨味がぎゅっと凝縮されご飯にかけると絶品です。生のわかめを湯にくぐらせたわかめのしゃぶしゃぶ、鮮やかな緑色とシャキシャキとした歯ごたえ、丹後の海の香りを楽しめます。いや僕はもう生まれた時から海が好きで、それこの仕事に携わっただで30、40年余りのお客さんがずっと続いて今になっておりますけど、ここで取れるわかめの美味しさに魅了された馴染みのお客さんのためにも、船戸さんは京丹後特産のわかめ漁をこれからも続けたいと話します。海と日本、最後までご覧いただきありがとうございました。Twitter、Facebook、Instagram、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。